んこんにちは。8月27日の7110マーケットトゥデイをお送りします。本日は内藤証券投資調査部大部が担当いたします。よろしくお願いします。スライドお願いします。まず本日の終値です。日経平均株価は反落し、前日比101円15銭安の27,641円14銭、トピックスは2日続落し、6.58ポイント安の 1928.77 ポイントで終わりました。2ページお願いします。日経平均株価の冷やしチャートです。昨日までのデータになっておりますが、8月20日に年初来安値となる 27,013 円をつけてから戻りを入れています。ただ2万8000円届かず、上値を切り下げる動きが続いています。3ページお願いします。トピックスは1900ポイント台の持ち合いからやや弱含みの展開となっています。では4ページお願いします。東証33業種の7月26日から8月26日まで直近1ヶ月間の騰落率になります。トピックスはプラス 0.5%、 そして上昇は海運業の 40.7% が突出して1位となっています。続いて騰落率上位は、鉄鋼、精密機器、保険、サービスなどとなっています。また騰落率下位は、その他製品のマイナス 5.7% が最下位。続いて、石油、石炭、パルプ、紙、非鉄金属、建設となっています。本日はこのところ大変に勢いづいている海運株についてお話ししたいと思います。5ページお願いします。海運業は貨物輸送が中心となっています。石油輸送のタンカー、鉱石輸送のドライバルク、その他さまざまな貨物を積み込めるコンテナ船などさまざまな事業がありますが、このところの海運株の好調の要因としては、コンテナ船事業とドライバルク事業の好調、またその運賃の上昇が挙げられます。主な航路の海上運賃指数の推移がこちらのグラフになっています。コンテナ船は規格の決まったコンテナに貨物を納め、複数のコンテナをまとめて輸送するものです。様々にいくつかの港を回りながら定期航路で運ぶので、乗り合いバスに例えられることもあります。航路としてはアジアから欧米向け、もしくはアジアの地域内での輸送が中心となっています。この1年間で北米向けの運賃が非常に上昇しており、昨年7月から今年7月までの1年間でアジア発北米向けの運賃は約 4.8 倍、欧州向けも5倍以上に上昇しています。コロナ以前である2018年19年の水準と比べても非常に高いことがよくわかると思います。6ページお願いします。こちらはドライバルクの運賃の目安となるバルチックドライ海運指数の推移になります。ドライバルクはバル積み船とも呼ばれ、貨物をパッケージせずにそのまま船に積み込むものです。鉱石や石炭、穀物など原材料となるものの輸送に主に使われます。グラフの中のオレンジのライン、バルチックドライ指数がバラ積み船全体の指数で、足元では2010年以来の高値圏に達しています。また直近ではケープサイズという最も大きいサイズで、鉄鉱石や石炭の輸送に使われるものの運賃の上昇が目立っています。7ページお願いします。これらの運賃の上昇の背景にあるものですが、まず全体としては新型コロナの影響による港湾の混雑が挙げられます。労働者が不足したり、経営が強化されて港に入るまでにある程度時間を置かれたりした結果、一つの荷物を運ぶのに長期間船を占有することになり、船舶の稼働率が低下し、貨物を置くスペースなども逼迫してきた、そういったことが全体の上昇の背景にあります。またコンテナ船に関しましては、
そういったもともと混雑が起こりやすい状況下でありながら、米国の個人消費が活発で、輸送量自体も増加したということが挙げられます。また、ドライバルクに関しましては、中国で鉄鉱石の需要、また発電向けの石炭の需要が増加したことが背景として挙げられます。今後の見通しにつきましては、通常であれば10月以降はコンテナ船の輸送が落ち着きやすい時期であること、またドライバルクにおいては中国で鉄鋼の生産について二酸化炭素排出規制の兼ね合いからやや生産が抑制されがちであること、そういったことから調整が入りやすい側面はありますが、そもそも経済活動が活発になってくれば需要が伸び、またその一方で新型コロナの影響で港湾での混雑が長期化することがあれば、これからもまだ海上運賃が高止まりすることが考えられます。8枚目お願いします。海運業指数に組み込まれている8銘柄の業績見通しです。3月期企業ですので、第一四半期の決算が発表されたところになります。ただもうその時点で8銘柄中6銘柄が増収増益の業績情報修正見通しを発表しています。要因としては新潟に書いてありますが、コンテナ船、ドライバルクなどの好調が挙げられています。中でも上位3社はすでに2回の業績情報修正を発表しています。特にこの日本郵船、商船三井、川崎汽船はコンテナ事業においては共同の持ち分会社で事業を行っております。ですのでコンテナ事業については3社とも同じ影響を受け、それ以外の事業においてそれぞれの銘柄の業績の差別化がされることになります。9ページお願いします。商船三井の冷やしチャートです。黄色の矢印が1度目の 業績情報修正、赤い矢印が第一四半期の決算の発表日になります。他の2社に比べて数日早く発表されているので、ニュースがそのまま株価に反映されていることがわかります。続きまして10ページお願いします。日本郵船の同じく冷やしのチャートです。発表が商船三井よりも数日遅れていますので、1度目の業績情報修正の時はそれほど反応が見られませんが、四半期の決算の後やはり個別の情報を勘案してさらに上値を伸ばす状況になりました。また海運3社本日も上昇しておりまして、商船三井は710円高の7840円、日本郵船は570円高の8340円、商船三井は年初来の高値を更新しています。では本日はこれで終了いたします。ありがとうございました。